略します。ここ場所はチャンバ王国のインドヒンズー教の聖地、チャンバ国別国です。昔この辺はチャンバ国の土地でした。チャンバ国ホヤンに住んでいました。昔ここまで歩いてお参りために、巡礼のために、ここ神殿の神聖ところ、インドヒンズー教。昔チャンバ国インド人一緒に貿易したので、インド人が貿易のためにみんな船で来ました。インドヒンズー教を伝えてくれました。チャンバ国の人、インド人からインドヒンズー教を影響されました。インドヒンズー教の聖地、ここです。でも最初、外国文化入ってきたのは、最初はインド、これです。インドヒンズー教、最初に入りました。これ神殿古いです。4世紀作りました。昔木製でした。火で焼かれて、あと7世紀でレンガで式直しました。今、レンガです。1世紀とても古い、1300年前です。アンコールワットと比べたら別の方が趣あります。4世紀なので、アンコールワット8世紀ね。これから見学します。はい、どうぞ。建物あれ集会場、あそこに入って捧げ物を作ってあそこに置いてからこのソロモン御立て御地本堂、本堂の中にシーバ神祀られました。シーバ神にお祈り来る前に隣で塔の中にお風呂を置いてあります。お風呂で体を清めてから中にお祈りします。中にシーバ神の祭壇祀られました。シーバ神の祭壇形は人間、牛、乗ってる神様、シーバ神形いろいろありますよ。あるいはシーバ神の祭壇、これです。これ、お指さんそばってこれです。シーバ神の祭壇。上を男性のシンボル、リンガ。下を女性のシンボル、ヨニです。これ意味は神格化された。上、チャンバ国王様リンガ。お祭りの時、みんな聖なる水、お風呂水掘って、かけて、流れて、受けて飲んだら、こうだからに恵まれることできます。あるいはみんな聖なる水を掘ってかけて流れてきたら土地豊か、みんな豊作豊穣、果物お米よく取れるように。シーバ神特徴は輪廻転生、生まれる意味これですよ。皆さん生まれる意味これです。わかりますか？これは本堂の中にもともと置いて祀られました。これが中入った同じものです。建物は7世紀1300年前で古いです。中暗いで気をつけてね。もし携帯電話があったら使ってね。ライトをして、はい、こちら順番に全員でしなんだよ。皆さん、こちらは女性のシンボル。あのシンボル、昔ありました。男性のシンボル、今、博物館です。博物館があります。博物館の中に保存するために、博物館に置いてあります。それ、ヒンズー教神様がいっぱい、シーバ神だけじゃなくて、いろいろ神様の彫刻、ちょっとライトして。僕もともとあそこに作ってますられました。今は後だけです。はい、お願いします。僕もともとここに作ってますられました。今、彫刻といい俳優して博物館。彫刻もここにお願いします。今度こっち。はい、彫刻もともとつけて祀られました。今、全部博物館。世界遺産になってから保存するために。そうしないと、いろいろ誰か盗難されて大変なので。これ同じさっきのは、こちら女性のシンボル、男性のシンボル昔もありました。みんなお祭りの時、みんな聖なる水を掘って、ここにかけて流れて受けて飲んだら、ここだからね、恵まれることできます。あるいは豊作豊穣、建物古いで1300年前です。皆さん、はい、ちょっと移動します。金、お金、宝物、シーバ神の祭壇の前におしなえてから預けるところです。今ないで誰かとなされて戦利品になってベトナムホモス連が方向北向けて意味お金いっぱい入ってきます。日本北よくないですが日本北もからベトナム違います。ベトナム西もからベトナムなくなったら頭西向けて西意味は有意です。大陽子順務ですけどなくなるので聞いた意味でお金持ちです。固定債務を傾けているからいっぱい入ってきます。こちらにどうぞ。カードホテルのベッドの頭に。一緒に回ります皆さん。一緒に回ります。まあそのフリータイム後で作ってあげます。ゆっくり写真撮るために。皆さん、あそこ、あれ頭ないね、あれシーバーシン。シーバーシン形は男性と女性のシンボルだけじゃなくて、形も人間ね。あと、シーバーシンもともと頭は3つ目あります。今、頭首になりました。頭首になったら、理事は宗教紛争。皆さん、アングルワット行ったら同じです。彫刻頭ないですよ。隣、これ、アプサダンス、天陽の前。はい、こっちは、石碑は遺跡何年作ったか、誰か痕跡作ったか、チャンバー文字で書かれています。チャンバー文字もともとインドのサンスクリットから、今解読できないですね。皆さん、これから集会所始まる中、博物館見た彫刻いっぱい収集されています。これからいろいろ説明します。こちらから、はい。宗教紛争で頭首になりました。しばし乗り物を隣に牛です。インドヒンド教特徴牛肉食べることできないです。しばし乗り物なので。はい。それでヒンド教三人神様大事です。一人シーバーシン、もう一人プラーマ。プラーマシン意味は創造宇宙が作った神様。プラーマシンベトナムであまり祀られていないです。理由はプラーマシン奥さん結婚して娘さん生まれました。奥さんから。娘さん死になったらきで、プラマシン自分娘さん付き合って、近親相姦、そのこといけないので、あまり祀られていない。もう一人祀られていない神様の名前は、ヴィシュヌ神。ヴィシュヌ神形、硫酸の頭あるヘリ神様。意味守る神様。でもベトナム、チャンバ王国戦争してベトナム勝ったので、守る神様ですが、ご利益ないので、あまり祀られていない。それで、ヴィシュヌ神乗り物、2匹が有名です。1匹の名前はナガンヘビ。もう1匹乗り物の名前は、ガルダの鳥です。インドネシア飛行機のシンボル。もともとインドネシアはもともとヒンドゥー教でした。インドネシア飛行機のシンボル、ガルダ航空です。まだパリとヒンドゥー教です。今、全国イスラム教ですが、あと、ナガのヘビとガルダの鳥、仲良くない。石もヘビ鳥、石もヘビ食べてしまいます。あれ、インドヒンドゥー教昔話、鳥の母さん、木の上に止まってあります。ちっちゃいヒナが生まれました。ある日は水が来ました。餌なくなって、鳥の母さん、自分のヒナのために、遠いところに餌探しに来ました。行くと、木の下にヘビ止まってあります。水から逃れるために、木の上に登りました。餌探して見つからないです。偶然に鳥のヒナだけ見つけて、偶然はヘビ木の上に登って水が来たので、ヘビ木の上に登ったら偶然に鳥のヒナだけ見つけて食べてしまいました。餌探して食べてしまいました。鳥のお母さん戻った途中は自分子供見つからないです。ヘビお腹大きいのを見て、自分子供を食べられたこと、気がつきました。ですから鳥、ヘビ食べてしまいます。今、鳥のソーラーとな下にヘビ見たら、すぐ食べたいなっています。昔、ヘビ鳥、子供を食べてしまったので、あれ、インドヒンドゥー教昔話です。皆さん、チャンバ族、特徴、女系漢族。男性のシンボルだけじゃなくて、女性のおっぱい祀られています。これです。女性のおっぱい祀られています。はい、どうぞ皆さん。これは女性おっぱい祀られた意味は寄席のおっぱい祭られた意味は、豊穣で豊かなことを表しています。皆さん、おっぱい2つないよ。寄席地になったら、おっぱい大体28ぐらい。おっぱいセットになって祭られました。どうしてですか、知ってますか？どうして28、おっぱい祭られましたか？ここ2つですが、別人になったら28。どうしてですか？28おっぱい意味は、お父さん何ですか？どうしてわからない。28おっぱい祭られたこと意味は、養子の生理のこと、養子の月経のことを表している。一緒聞いてください。それ、ラジのシンボル、これシーバーシンで、ラジのシンボル一つじゃなくて、7つぐらい、セット祭られました。7つどうして知ってますか？シーバーシン特徴は何ですか？輪廻転生。生まれ、死ぬ、生まれ。7つ意味はただし、1週間のこと。1週間のことを表しています。輪廻転生、生まれ、死んで生まれ。時間繰り返すこと。意味、1週間のことを表しています。はい、前に説明します。皆さん、王様の皆さんが近くで王様をお墓を植えましたよ。これ本物で王様の骨壺。王様はインド文化、インジャンバー族、インド文化影響されたので、体を一回焼かれてから骨だけ入れて埋めました。これ本物、王様骨壺です。から焼かれてから。これは寄席のシンボル。ラジのシンボルの服しか。これしばしの祭壇なので、大体形は蓮の花。仏様、観音様、みんな大体蓮の花。それで昔レンガとレンガを接着するために昔牛の糞です。使われたそうです。昔セメントないので牛の糞。向こうは頭ない神様あれよ。方向の神様、方向。東、南、北とか。方向神様祭られていなかったら宇宙にならないです。しばしの特徴は宇宙、地球を作って壊して。これガルーダです。命や飛行機のシンボル。皆さん、はい、写真だから。ちょっと色して説明します。お風呂意味は体を清めているところでした。水は山の中炊きあるので運んできました。しばしの入る前に、しばしお乗り来る前に、あそこで体を清めて、聖なる水。それでこれ建物はもともとレンガでした。破壊されて、今石で、13世紀に石で作り直しました。一番新しいです。あそこは橋がいっぱい置いてあります。橋が門の前です。ゲート。今倒れました。この建物は宝物レンです。上形は船底。船の反対で、海はチャンバ国仕事貿易の船なので、上形船底です。はい。あとこちら行きます。はい、こちら行きます。千葉市の息子さん、彫刻の中に置いて祀られました。息子様の名前はガネーサ。聞いたことありますか？ガネーサ神様。有名ですよ。ガネーサ頭エレファント。体、人間、お腹大きい、意味、商売繁盛。日本、招き猫みたいです。日本の漫画とかドラマ、よく出てきましたよ。で、続いて寄ると、しばしん、奥さん結婚して、奥さん子供できなかったです。悲しかった。ある日、奥さんを道で薬交えて、人形息子さんを作りました。間をかけてから、自分の息子さんになります。ある日、奥さんお風呂に入りたいので、お風呂入ったとき、体が裸。誰か家に入ってこないために自分の息子さんお風呂の前に立たしていました。意味がロマン、守る人。でもしばし知らないなのでどこから家戻りました。家入った時息子さんあって、息子さんと白汁に焼きもちしてしまいました。お風呂の中奥さん体裸なので、ですから自分の息子さん頭切っちゃってしまいました。焼きもちしてから奥さん説明してから遅かったです。しばし後悔して泣いてしまいました。奥さん、しばしんこ言ってました。林、神様いっぱいいるので、神様にお祈り行きなさい。最初見た動物、自分の息子さん頭です。しばしん、林行って、神様お祈りして、最初見た動物、エレフェント。見て、エレフェント首を息子さんに頭につけました。間をかけてから。はい、頭、エレフェントから人間、お腹、大きい、意味、商売繁盛。そのことです。今何時ですか？これから音楽